東大阪市花園ラグビー場は、大阪府中河内郡間村2929 29年に開場した日本初のラグビー専用であるスタジアムである。開場以降、近畿日本鉄道が長年にわたり所有し、1982年以降、近鉄花園ラグビー場と称していたが、2015年からは、東大阪市が所有しており、2020年10月1日からは、 公募設置管理制度に基づいて、開始大阪、ホス、転送グループで構成する、東大阪火炎活性化マネジメント共同体が、トースタジアムを含む花園中央公園全体の管理運営を行っている。国内有数のラグビー専用球技場であり、全国高等学校ラグビーフットボール大会の会場としても知られ、同大会は、花園との通称で呼ばれている。また、 社会人、ラグビーリーグであるジャパンラグビートップリーグに所属する近鉄のラグビーチームのホームグラウンドとしても使用される。2019年に開催されたラグビーワールドカップの会場となっている。ラグビー専用の第1.2グラウンドと陸上競技場を併設した第3グラウンドの3面で構成されている。第1グラウンドでの試合はトップリーグなどほとんどが 有料の試合であるが、第2.3は、地域のグラウンドとして、小中学生や、高校の不大会準決勝以下の試合、大学の株リーグなど無料での試合に多く、利用されている。全国高等学校ラグビーフットボール大会では3、スタジアムすべてを、フェンスで囲み、一度入場すれば、どのグラウンドに見に行っても良い形になっている。また、第1.2グラウンドは、 橋グラウンドとして利用することもできる。第1グラウンドメインスタジアム。一般的に花園ラグビー場といえば第1グラウンドを指す。ラグビーの聖地とも言われるイギリスのトゥイッケナムスタジアムを参考にして作られた。現在のスタジアムは1991年に完成したもので26,544人収容。西側のメインスタンドは全面屋根仮設で 正面に、生駒山を望む。もともとは、メインスタンドから南側ゴール裏を経て、バックスタンドにかけて、U 字型に一層式のスタンドが設けられていたのみで、あり、北側ゴール裏には、スタンドはなく、単なるコンクリート剥き出しと低い屋根、電光掲示板が設置されたのみとなっていた。これは、1991年5月まではラグビーで、 使用しない時にゴルフ練習場として使用していた名残である。2018年の全面改修時に北側のゴルフ練習場跡を撤去してスタンドが新設され、その上部に電光掲示板が設置された。新設された北側スタンドはコーナー部に座席はなく、スタンドの形状は南北で非対称となっている。スコアボードは1991年に改修される。 以前は得点表示のみ、直反転、選手名の表記は,は手書きだったが、回収後はこの区体をそのまま活かす形で、全面直反転に回収され、得点表示のもとに、トライ、ゴール、ドロップゴール、ペナルティゴールの各種類別の得点が表示される欄が設けられた。またメインレフリーの表示も、それまでのチーム名表記と前半のスコア部分の中間だったのを、 総得点と種類別特典の表示の中間に移している。2018年の全面回収後は大型映像装置となっている。2000年のシーズンには試験的にメインスタンド屋根の支柱とバックスタンドの広告看板に照明設備を取り入れ白母開催を実施したこともあったが、それ以後は行われていなかった。2018年の全面回収時に四隅に、 照明柱が設置され、LED 照明381機により2000リットル X を確保 W 杯の基準を満たした。スタジアム1階にはラグビーグッズを販売する売店やラグビーの歴史を展示する資料室がある。メインスタンド2階にはレストランもあり、一般客も利用できる。またメインスタジアム内部にはロッカールームが4室、道が16室もある。 これは年末年始に行われる全国高校ラグビー大会にて第1、第3グラウンドすべてを同時に使用するためである。メインスタジアムの北側にあるサブグラウンドで以前は近鉄所有であった。近鉄ライナーズの練習グラウンドでもあるため練習用にナイター照明設備が用意されている。収容人員約1300人の 簡易型観客席が設置されているが高さが4段と低いのでフィールド全体は見づらい。しかしフィールドに近いため選手のボディコンタクトが間近に見られ迫力がある。戦前にはこの第2グランドに400メートル陸上トラック及び2000人収容の木製観客席が作られた。しかし戦後は取り壊され、ゴルフ場経営の際にこの場所はハーフコースとなり、 メインスタジアム東隣のグラウンドが第2グラウンドとされた。そして、正月の高校ラグビー大会開催時のみ第3グラウンドとしてフィールドが作られた。ゴルフ場経営を停止してからは常設の第3グラウンドとなった。その後、花園中央公園多目的球技広場が完成し、旧第2グラウンドがなくなり、戦前同様に第2グラウンドに帰り咲いた。 なお、旧、第2グラウンドのスペースは、現在、北側半分が、ウォームアップ用の練習場であるが、ゴールポストも設置され、若干インゴールが短いながら、一応フルコートのフィールドになっている。南側半分は長らく、松原南調節地の工事中で、立ち入り禁止であったが、2009年度より整地され、駐車場となった。2019年11月26日、 前年に東大阪市をホームタウンに定めた日本フットボールリーグ所属の FC 大阪が資金を拠出して第2グラウンドを J3 リーグ加盟に必須とされる5000人収容規模に回収し市に寄付する方針であることが市から明らかにされた。第2グラウンドは1372席収容のスタンドガールが老朽化が著しいことから再整備が課題となっており 今回の FC 大阪からのオファーを受け入れる形となった。東大阪市ではラグビー以外のスポーツでの利用による稼働率向上を目指す一方、改修後もラグビーでの活用を前提に維持するものとしており、FC 大阪による使用については今後の競技になるという。2020年シーズンの JFL では FC 大阪ホームゲーム7試合のうち、下記を中心に3試合を 第2グラウンドで開催された。第3グラウンド。ゴールの先に流入口が見える。メインスタジアムの南東に位置する、陸上競技場兼究技場。トライスタジアムの愛称を持つ。第1、第2グラウンドが、近鉄所有だった当時から、東大阪市所有の施設であり、正式名は、花園中央公園多目的球技広場。9 第2グラウンドと並存していた時期があったこともあり、東大阪グラウンドの呼び名もある。以前は第一、第1、2グラウンドと同じくラグビー専用であったが、1990年代、後半から移転し、多目的競技場としてリニューアル、その後2004年に、陸上競技場を併設し、2007年に、日本陸上競技連盟第3試行人を取得した。2016年の改修時に、 大阪府下では初となる青色のトラックが採用されている。恩地川の遊水地である花園多目的遊水地 C ゾーンの側面を持つためフィールドは土盛りの包みで囲われている。その傾斜を利用してメインスタンド、バックスタンド部分の一部にだけ観客席が設けられ2880人収容となっている。北側スタンド部分中央は 水の流入口となっているためコンクリートの斜面となっている。全国高等学校ラグビーフットボール大会の対戦校によっては観客席だけでは収容できずトラックや土盛りの傾斜面も観客に開放される。公園入り口付近にあるラグビーの森と名付けられた空間おのおのの名盤には全国高等学校ラグビーフットボール大会優勝校が刻まれている。 改修前の花園ラグビー場東大阪市は2019年に日本で開催されるラグビーワールドカップ2019の開催スタジアムに東大阪市花園ラグビー場を加えることを求めて署名活動を行うなどの働きかけを行っていた。それに合わせる形で近鉄が保有していた同ラグビー場を東大阪市に売却するという計画が水面下で進められていた。 スタジアムは老朽化が進んでおり、芝生の管理やスタンドの回収費用、さらには国際試合を誘致するに必要な大型映像システムや照明等などの設置費用が数億円程度かかり、近鉄の経営を圧迫する恐れがあることから、近鉄側から東大阪市に対し敷地の無償貸し出しを検討。一方東大阪市側は近鉄から敷地を買い取る。 方向で調整が進められた。その後2014年7月、花園ラグビー場の施設を近鉄から東大阪市に無償場とすることで両社合意した。またラグビー場の敷地については土地価格の査定鑑定を行った上で2015年度をメドに東大阪市が買い取る方向で準備している。これにより2015年4月1日より名称は 東大阪市花園ラグビー場となり名実ともに市営球技場となった。当初は近鉄側が東大阪市から命名権を購入する案も予定されていたが東大阪市が東大阪の名前を残すことにこだわりたいと強く要望したためこのような形となった。また市営化が実現したとしても東大阪市単体では十分な回収費用を まかないきれない恐れがあるため、国土交通省と大阪府に対して、改修に向けた財政支援を求める意見書を提出した。2014年10月、東大阪市が、東スタジアムを開催候補地として、日本大会組織委員会に立候補を表明。同30日、大阪府知事、松井一郎は、東大阪市長、野田義和との会談で、 正式に開催地として決定した場合、施設改修費などの一部を除く開催費用を大阪府が半額負担する考えを表明した。2014年11月、正式に日本国内の開催地14都市の一つとして立候補され、2015年3月、正式に開催地に認定された。これに先駆け、 東大阪市が上日の土地購入を総額45億円で2015年度から5年間の分割払いすることで合意したと発表した。2015年度当初予算案には、その初年度の支払い分として約10億1400万円を計上、そのうちの3分の1に当たる3億3780万円相当は日本国政府からの助成を受ける。また全所有者であり、 実業団ラグビーチーム、近鉄ライナーズを引き続き保有する近鉄も、東大阪市のラグビー振興や支援などを目的に5億円を寄付する。この大規模改修の予算として、東大阪市は2016年3月、照明塔や北側ゴール裏の座席の新設など、国際大会誘致のために必要な改修費用約41億円を計上したが、 W ハ i ラグビーを主催する団体であるワールドラグビーから照明の照度を高くすることやドーピングルームの設置など追加工事が必要だと指摘された。このため、さらに30億円程度の増額、合計71億円程度の予算が必要とされ、東大阪市議会では財政が圧迫するという理由で反対意見もあったが、日本政府からの助成による交付金を申請し、 国土交通省から社会資本整備総合交付金と日本スポーツ振興センター主催のスポーツ振興区時の女性11億8千万円の交付が認められ、これに東大阪市の当初の工事費用の計上分41億円と市民からの寄付2億4千万円と合わせて約72億6千円を確保することができた。工事業者の選定を年月までに を行い、2017年年初頃から増築、改修を開始。なおこの改修の関係で2017から18年度シーズンのトップリーグ、関西大学ラグビーフットボールリーグなどの主要大会は開催されなかったが、全国高校ラグビー大会の本大会開催期間中は工事を中断し通常通り開催された。2018年9月に改修が完了し、 同年9月20日に、マスコミ向け内覧会が開催された。ラグビーワールドカップ2019では、予選プール戦が開催され、プール B のイタリア、ナミビア、プール C のアルゼンチン、トンガ、プール D のジョージア、フィジー、プール C のアメリカ合衆国トンガの4試合が開催された。東大阪市では、ラグビーワールドカップ後の利活用に関して、 花園ラグビー場を含む花園中央公園エリアについて都市公園法に基づく公募設置管理制度を導入。公募を行ったところ、ヒトコミュニケーションズ日本ラグビーフットボール協会ら7団体で構成するワンチーム花園と東大阪スタジアム会 C 大阪、転承の3社で構成する東大阪会員活性化マネジメント共同体の2グループが応募し、 選定委員会の審議の結果、東大阪火炎活性化マネジメント共同体を優先交渉権者に選んだ。指定期間は2020年10月1日から2040年3月31日までの19年6ヶ月。運営グループの一員で J リーグ加盟を念頭に第2グラウンドの J3 基準への改修を主導しているサッカークラブ FC 大阪社長の引田晴美は、 全国高校ラグビー大会の開催について何も変わりません。ラグビーの環境を良くしていくのも目標の一つ。改修によって高校生にも良い環境でプレーしてもらいたいとしており、第一グラウンドについてもそこを使う前提ではない。ラグビーと共に聖地の価値を上げていきたいとしている。本競技場は ラグビー専用スタジアムであるが、ラグビー以外の球技の試合も行われることがある。球技以外では、2016年に大相撲を平成28年、3月場所で武蔵川部屋の稽古場として使用されたほか、中田康隆主催の音楽イベント、竹の子、東大阪市花園ラグビー場が開催された。ありがとうございます。